皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲーム、ブラックサージナイトというゲームなんですけれども、このゲームのノーマルレア、そしてレアキャラがめちゃくちゃ強いというようなことを解説していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まずこのゲームなんですけれども、なぜノーマルレア、そしてレアが強いのかというところを少し説明をさせていただきたいと思います。まずこのゲームなんですが、どっかを見てもらったらわかるかなと思うんですけれども、例えば SSR に関してでしたら、助けて、 SSR の突破、そしてスキルというところあるんですが、突破については必要な素材がめちゃくちゃかかるということですので、序盤に関してはこの突破素材を集めるだけで結構素材がかなりかかってしまうために、育成が遅れてしまうというところがまず一つあるんですよね。そしてスキルの方なんですけれども、見てもらったら分かる通り、同名のドールまたは共通素材を選択してくださいというふうに書いてあります。これ何かと言いますと、例えばクリックしますと、同型の、自分と同じ、例えば赤城だったら赤城がいないと突破ができない、そしてまたこの S 型の素体が必要になるというところになります。これらを必要になるためにスキルの解放がなかなかできないということが出てくるんですよね。例えば赤城だったら、敵型ユニット2体を攻撃する 345% の空襲ダメージ、そしてこちらですよね、必殺技発動後の15秒間にランダム攻撃などなどがあるんですけれども、これらをするためには先ほど言ったように同名のドールまたは共通素材が必要になるためにできないということがあるため、戦力が伸びづらいということがあります。ですので、SSR 私はまだ開けてないんですけども、2日目でもらえるようになる3体リュッツォ、アケロとかね、ヘレナとあると思うんですけれども、これらのキャラクターについても同様に SSR がなかなか育てにくい現象にあるというところがあります。そのため若干すぐに育てれないというところが問題として上がってきます。その状況を打破するためにどうすればいいのかっていうふうになるんですが、例えば私今知らぬいとヴァンパイアを掘ろうと思ってサルベージをガン回していたところ、スタミナがなくなってしまったんですけれども、それを見てもらったら分かる通り、例えばヴァンパイアなんですが、ヴァンパイアなんかはスキル見てもらったら分かる通り、ある程度ガンが今スキル解放ができています。なぜかというと、レアと SR、今言った知らない、そしてヴァンパイアに関しては掘ることができるんですよ。掘るっていうことはどういうことかっていうと、同じステージをガン繰り返すことによって、ランダムドロップでドールが手に入るということ、それを周回することを掘るっていうような形で言うんですけれども、こんな感じで例えばヴァンパイアだったら最も低い味方を修理するということで回復のスキルも発生する。そして近い敵に対しての雷撃ダメージ、そして持続ダメージ、そして近い敵への高火力雷撃ダメージというようなことがあったり、耐久値が減るごとにスキルダメージが増加するっていうようなスキル効果もあるため、普通にヴァンパイアに関してもめちゃくちゃ強くなります。というかこのゲームも含めて、前作というわけでもないんですけど、ビリビリさんが出されているファイナルギアに関しても同じようなことが言えるんですが、こと今現在やってる序盤に関して、SSR キャラ、SR キャラが育つまでに関しては、このレア、そしてノーマル、この辺のキャラクターをスキルを全開放させて突破、少ない素材で突破させる、そして強化させるというところがめちゃくちゃ強いんですよね、戦力的にもね。そこがかなり重要になります。例えばもう一人掘れる知らぬい、後で取れる場所を紹介しようと思うんですが、こちらの知らぬいに対しても、私も今ようやくスキル分だけは解放できたんですけども、ドロップ率が低いのでまだまだスキル完成はしていません。この知らぬいに関しても、複合式来訪ということで、近い敵への雷撃、高火力雷撃ダメージと自身の砲撃火力アップ、そして近い敵への高火力雷撃ダメージ、そしてこちらのスキルに関しては近い敵への砲撃ダメージ、なおかつ砲撃力が上がってますので火力も上がる、そして相手へのデバフ等も入りますので、知らぬいだけでもめちゃくちゃ強いです。しかもこれが
レア度がそんなに高くないので、まあ、SR は高いんですけども、先ほど言ったようなヴァンパイアもレア度がそんなに高くないため、比較的早い段階で深淵覚醒もできるっていうところも強さのメリット、SSR よりも活躍するというメリットになっています。で、個人的にノーマルの中で一番おすすめしたいのが、まあ、SR 見てもらったらわかる通り、こんなにガン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 同キャラが惚れてるんですけれども、ノーマルに関してもめちゃくちゃ、まあ、ラングレーも強いなと思うんですが、ラングレーに関してはまだスキルマが全然できていないので、今回は少し省こうと思ってます。まあ、ラングレーに関しても、こちら、味方全体の防空アップということで、防空力がアップすること、そして近い敵への空襲ダメージ、これもなかなか威力を持っているということ、そして一番強いのがこのピンポイントアタック。自分はまだスキルマが完成してないんですけれども、このピンポイントアタックがレベルマックスになるともう1000%を超えるということでかなりの効果力ダメージを出すことができるこのラングレー、これもノーマルレアですので、もうちょっと自分も堀が完成すればラングレーも実戦投与レベルになるのかなというふうに思っています。そしてめちゃくちゃ火力が高いのでおすすめしたいキャラクターがこのノーマルの千歳なんですよね。まあ、この千歳なんですけれども、まあ複数攻撃ができるっていうことで、自分はまああの一番最初のガチャで赤城を引いてるので若干被るところはあるんですが、近い敵に対する 545% の空襲ダメージ、しかも必ず会心攻撃となるので火力がめちゃくちゃ出ます。そして空襲ブースト、空襲 50% アップするので火力がさらに上乗せされるということで、千歳を入れてるだけで高火力が出せる。そして駆逐隊出撃、最も近い敵に空襲ダメージを与えるということで、まあ、空襲ダメージが主なんですけれども、この空襲ダメージを高火力でバン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 撃てるというのがこのノーマル千歳の強いところになってきます。そしてまあ突破素材もレベル50にするためにこの素材290しか使わないというところもめちゃくちゃ強いです。まあ、これがあるので実際 SSR をバン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 よし引いたとか、例えばまあリュッツを引いたからリュッツを育てれてないけどやるっていうのよりはいいかなと思います。ただ SSR リュッツ王のめちゃくちゃいいところというところが、まあ、SR キャラクターも含めて銃巡洋艦というのがこのゲームには存在します。例えば自分は銃巡洋艦は高尾なんですけれども、編成画面の一番前列に銃巡洋艦を置かなければいけないんですよね。でなぜそこに銃巡洋艦を置かなければいけないかと言いますと、まあ、こちら編成画面ありますよね。まあ、こんな感じで陣形を組んでる場合、先ほど前リュッツ王に関して SSR リュッツ王に関してのまあ SR レアノーマルとの比較というところ一瞬したんですが、ごめんなさい、従順洋艦に関してはちょっとこれはあまり当てはまらないところがあります。まあノーマルレア S レアに関しての従順洋艦の掘りが今んところまだうまくできないというところもあるんですけれども、このゲーム最前列に置くドール、まあ、キャラクターであればあるほど敵の攻撃を受けやすいという風になってますので、一番前に関しては、まあ、現状リュッツオまたはアタゴ、自分の場合アタゴを持ってないので、まあ、同じく銃巡洋艦の高尾を配置して敵の攻撃を防いでいるというような編成を取らせていただいてます。まあ、それを含めて火力キャラに関してはスキルマできる、まあ、スキルマつまりあのスキルレベルマックスまでマラソンするってことなんですが、スキルマができるノーマルレアキャラを主にガン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 配置して戦うっていう方が火力も出ますし全体的な強さも上がりますので、そちらの方が正直いいかなと思います。なんで SSR キャラクターも育てば強いんですが、現状は掘れるキャラクターをバン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 掘ってガン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 育てていくっていう風な形で進めていけばいいんじゃないのかなと個人的には思います。まあ、同じビリビリ様がやってたファイナルギアに関してもその戦法がめちゃくちゃ有効活用できましたので、ブラックサージナイトでもぜひとも皆さんやってみていただきたいと思います。レア度詐欺って言ったら申し訳ないんですが、レア度が低くてもめちゃくちゃ強いんだよっていうところが今回はこの動画で紹介をしたいことでした。まあ実際になんですけれども、序盤から深淵覚醒ができるこのハーミーズっていうのも育てるのはありだと思います。回復使いますしね、まあ、自分に関しては回復は高尾とかもね使えるし、ヴァンパイア
知らねえかもう使えるというところですので、千歳をね2体編成するっていうのもめちゃくちゃ火力は出ますので、そういうのでもやってみていただけたらなというふうに思っています。ちなみになんですが、じゃあどこで知らないヴァンパイア手に入るのという方に最後にちょっとお知らせしたいと思うんですが、まあこちらのね廃墟手がかり1、自分はまあ手がかり2はまだ全然解放してないんですが、なぜなら手がかり1でひたすらドロップ狙ってるからなんですけれども、こちらの確率ドロップで知らないヴァンパイアも手に入れることができますし、先ほどめちゃくちゃかぶってたね子たちも、ハギ風そして千歳もここで掘ることができます。正直一番おすすめしたいのはここですね。知らないヴァンパイア先ほどステータスも紹介させていただいた通りめちゃくちゃ強いですし、千歳に関してもこの千歳もめちゃくちゃ火力が高いということになりますので、即戦力ですのでこの子をバン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 回した方がいいかなと思います。ただこれだけ注意してほしいんですが、千歳めちゃくちゃドロップするんですが、制圧成功109回って出るんですが、まあ、109回のうちヴァンパイアが 1,2,3,4,5 ぐらいドロップして、知らぬいに関しては2か3ぐらいしかドロップしてない、それぐらいのドロップ率は低いというふうになってますので、皆さん注意が必要です。なぜ注意が必要なのかと言いますと、スタミナ見てください。先ほどちょっとレベルアップボーナスとか、まあ今日のデイリーである程度は回復したんですけれども、あっという間にスタミナが空になります。そしてこのゲームスタミナを全開するためにどのぐらい待たなければいけないか、200時間以上待たなければいけない、スタミナ回復がめちゃめちゃ遅いゲームになってますので、私みたいにスタミナを消費しすぎて進めれなくなっちゃった、遊べなくなっちゃったっていうことがないように皆さん気をつけてください。ちゃんと掘る時間、スタミナ管理さえすれば N レアそして S レア、これらのキャラクターが SSR を凌駕するっていうことを今日は伝えたかったです。ということで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ今後もプラスアジそして様々なゲーム動画を実況そして生放送していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここまで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でよろしくお願いいたします。それじゃあみんな、またねー。